こんにちは、翔太です。今回は7月19日の更新情報について見ていこうと思います。まずは今来ているガチャとかについてです。サマードリームですね、こちらもうほとんどの方がですね、交換、毎日やっていれば全て交換できるかというふうに思いますので、あと2日と4時間しかないので、こちらですね、交換忘れないようにしてください。特にですね、こちらで、回収できる分はですね、全て回収しておいた方がいいと思いますので、これ全部回収してもですね、まだ800球残っているっていうところがありますし、訓練瞬は優先しなくていいと思うんですけど、特別効果のところですね、幸運券と割引券アップグレード、MR 用にアップグレードできるので、やっていただくのがいいと思います。で、砂浜の宝探しもですね、まだやられてない方はですね、やるの忘れないようにしてください。で、軍令ですね、あと1日と4時間程度となっておりますので、無課金の方もですね、こちら回収するの忘れている方多いかと思いますので、回収忘れないようにしてください。課金する方も忘れないようにしてください。星の羅針盤のガチャ、あと3日と4時間となっておりますので、気をつけてください。で、ですね、栄華銀月に関しては特にないんですけど、週のギフトですね、幸運ギフトが本日までとなっておりますので、忘れないようにしてください。ハッピーギフトもあと4日となっておりますので、課金忘れないようにしてください。ガチャなんですけど、まずはガラハットですね。このキャラクター非常に優秀な武将なので、取られる方は忘れないようにしてください。妖勇気本日前となっておりますので、取られる方は忘れないようにしてください。雨金まだ余裕あります。倉庫も本日までなので、忘れないようにしてください。松永、久秀に関しても本日までとなっております。ラッキースターもですね、本日前となっておりますので、欲しいキャラクターの絆忘れないようにしてください。で、ジョコもですね、明日の10時までとなっておりますので、まだ取られていない方はですね、絆集めておいてもいいですし、取るなら一気に取ってしまってもいいと思います。で、明日更新なので、限定特典のところですね、10時までと12時以降で2回取ることができるので、忘れないようにしてください。で、少女の出会いですね、こちら、今ですね、遊園地スタンプイベント来ておりますので、3000元宝ですね、のところまで扱っていただくことを非常にお勧めいたします。このようにですね、3000元宝を使ってもらって、炭造石と遊園地スタンプを確保するとですね、もう十分かなというふうに思いますので、これで終わってもらって結構です。真相武庫も明日2回ですね、更新ありますので、王者セット取るの忘れないようにしてください。で、炭造工房と神髄工房に関しては、炭造工房無料分で、段階報酬引けたかと思います。神髄工房に関しては、5回ですね、引くと段階報酬引けるので、プラス1回ですね、引かれる方は引いていただいても結構かと思います。コーンマイコーンも引くの忘れないようにしてください。それではですね、本日の更新情報を見ていこうと思います。はい、大きな更新はないような気がしてます。まずは百花美人ですね、ソジュが登場します。このキャラクターは闘技場で一応使える SSR キャラクターとなっておりますので、取られる方は取っていただくといいと思います。ソジュか、確かに新しいですね。百花美人でこれまでソジュってあんまりというか来たことないような気がしますので、ラインナップ変わるかもしれないっていうところですね。で、栄華銀月は、切断ケースを着てます。120円で元宝65時間戦闘券2枚確保できるので、取る方は忘れないようにしてください。で、参加券パック来るっていうところで仮想の集いですね、来るみたいです。MR 結晶パック更新されるので、課金される方は課金してください。花の水引きも来るみたいなんで、MR アバターが再販されると。まずは雪見温泉ですね。こちら、官兵の MR アバターだったと思います。このキャラクターは無理に取る必要性っていうのは、ないかなというふうに思いますね。で、続いて、保湿って読むんでしたっけ？このキャラクターは UR だったと思うので、UR アバターだったと思うので、基本的にはですね、取る必要性っていうのはないのかなというふうに思っています。続いてラッキースターですね。上杉謙信、炎章、宗妃、ねね、ちょっと、大須校でしたっけ？ちょっと読み方が合っている自信はあまりないんですけど、5名が一斉に登場します。今回はログインキャラクター来なかったですね。上杉謙信の絆が集められるので、この中だと上杉謙信のとりあえず絆を集めていただくのがおすすめです。奥義は炎章が結構おすすめだったと思いますので、各々の手持ちを見ながら奥義目当てで、絆集めるキャラクターは選んでもらえばいいと思います。で、仮想の集いですね。諸葛丹、各、藩士か、義援、周瑜が一斉に登場するみたいです。無理に取る必要性のあるキャラクターっていうのは、いないんで、
まあ、奥義とか見ながらですね、絆を集めるキャラクターっていうのは選んでもらうといいと思います。で、水筒矯正いきます。こちらはですね、1日に600元宝、まあ、つまり1200円を課金するとですね、報酬がもらえるようなイベントになっていて、5日間連続でこの1200円以上っていうのを達成すると、SR のキャラクターを取ることができます。ここでしか取れない SR のキャラクターもいるので、まあ、1200円、普段から課金される方はやってもらっていいんですけど、SR のキャラクターのために課金する必要はないと思います。で、満月サプライズガチャですね。これは正直全然おすすめのガチャじゃないです。やり始めてですね、UR 副賞全く持ってない、まあ、ある程度しか持っていないっていう方で、とりあえず何でもいいからキャラクターが欲しいって方にはおすすめです。まあ、各セットには8名の副賞が入っていて、セットを選んだ後、そのセットから未入手の副賞1名獲得できるようなものです。副賞それぞれの当選割合は同じとなっております。で、選んだセットの副賞をすべて入手している場合、代わりに覚醒弾を獲得できる。なんで、まあ、UR キャラクターコンプしている方はですね、覚醒弾が手に入っちゃうっていうようなガチャになります。3回引くことができるんですけど、1回目は4つの UR 副賞セットの中から1つ。で、2回目は5つの UR 副賞セットの中から1つ。3回目はですね、3つの UR 副賞セットから1つ選ぶことができると。で、1回目が確か6200円。2回目と3回目は12000円っていう風になっていて、まあ1回目の UR ですね、っていうのはちょっと安めに取ることができるようなものになっています。まあ、基本的にはおすすめではないですね。特に UR 取った方なんか、UR 持ってる方からすると全然おすすめではないと思います。で、続いてスキル効果不具合の修正です。まずは妖精の森の馬領が、スキル1ですね。あと水鏡かのスキル1で攻撃前に風波状態を与えない不具合を修正いたします。あ、そんな不具合あったんですね。なるほど。で、甘い恋人の呂布のアクティブスキル1ですね。無双状態にて自身の筋力値の6倍のダメージが加算されない。そんな、それめちゃめちゃすごい不具合やな。じゃあ、さらに火力上がるってことですかね。今までも結構火力高かったと思うんですけど、かなりびっくりします。で、ですね、続いて、いいナオトラのスキル1が、回線攻撃発生後の攻撃にて、自身敏捷値6倍分のダメージが加算されない不具合があると。で、4つ目ですね、ガラハットのアクティブスキル1、こちらですね、攻撃前に、バフ全解除と生後2つ解除ですね、筋力値で勝っていればできると思うんですけど、それができなかったっていうところで攻撃前に、解除できるように修正が入ったっていう風なものになります。びっくりしますね。まあ、4つ目は気づいてたんですけど、1個目、2個目、3個目は正直びっくりしました。あとは、戦闘データ機能アップデートのお知らせ。はいはいはい。ああ、これはあれですね。闘技場とか、まあ、ボス戦とか、訓練所とか、まあ、そのあたりで、まあ、棒が3つ下の方にあると思うんですけど、それでいろんなデータ見ることができるんですが、それの更新みたいですね。アップデート詳細、戦闘終了後に非撃破状態のキャラのアイコンが灰色で表示されるようになります。ああ、なるほど、なるほど。やられたかやられてないか分かりにくかったんで、そういうことですね。戦闘データは基本データとバリアデータの2種類に分けられます。基本データ画面には、キャラそれぞれの余ダメージ、受けダメージ、回復量のデータ。バリアデータには、キャラそれぞれの物理バリア、砲術バリアが吸収したダメージ、相手の物理バリア、砲術バリアに、与えたダメージが表示されると。まあ、まあまあ、これはいいんじゃないですかね。で、一部音量の、音声の音量バランスについてと。これ個人的に結構うるさかったんで、なんか音変わったんですよね、最近。で、それでかなり音うるさくなったような印象があったので、まあ音量調整は嬉しいかなと思います。以上ですね。なんかパッとしなかったですね、今回は。まあ、カンペの、再販があったぐらいで、あれ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 なんですよ。仲間ですね。連携スキルを持ったキャラクター一体来るかなと思っていたんですけど、来なかったですね。まあまあまあ、まあ、これはまあお休み期間、ガラハット取るか考えるか期間というところで、まあ、待っておこうかなと思います。金曜日はおそらくですね、対抗棒の MR アバターさすがに来るんじゃないかと思っておりますので、まあそちら待っていようかと思います。これで今回の動画を終わりにしようと思います。これからも放置少女の動画を上げていくので、もしよければ Twitter のフォロー、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。